12月17日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。水沢1レース。予想上位は竜の真っ赤。目標タイムは0分 52.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢2レース。予想上位はポルガラ。目標タイムは1分 25.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢3レース。予想上位は竜の馬伝。目標タイムは1分 24.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢4レース。予想上位はスペシャルディガー。目標タイムは0分 51.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢5レース。予想上位はスペースソニック。目標タイムは1分 25.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢6レース。予想上位はソルデベラーノ。目標タイムは1分 24.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢7レース。予想上位はメトロフィルム。目標タイムは1分 24.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢8レース。予想上位はラピッドフォール。目標タイムは1分 30.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢9レース。予想上位は幸せの足音。目標タイムは1分 30.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。水沢10レース。予想上位はレディ・ブラウン。目標タイムは1分 30.0 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。水沢11レース。予想上位は Z セントラル。目標タイムは1分 27.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋1レース。予想上位は佐渡のブリリアント。目標タイムは1分 18.0 秒です。硬いレースになりそうです。船橋2レース。予想上位はグランデソレイユ。目標タイムは1分 17.1 秒です。荒れる傾向が強いです。船橋3レース。予想上位は渚野夏子。目標タイムは1分 17.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋4レース。予想上位はクラジャンク。目標タイムは1分 39.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋5レース。予想上位はセイルオンファイア。目標タイムは1分 16.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋6レース。予想上位はサンディロン。目標タイムは1分 16.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋7レース。予想上位はピボタルプレイ。目標タイムは1分 38.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋8レース。予想上位はレオアトロポス。目標タイムは1分 16.6 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋9レース。予想上位は白山織姫。目標タイムは1分 37.5 秒です。硬いレースになりそうです。船橋10レース。予想上位はワンダーランド。目標タイムは1分 14.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋11レース。予想上位はキャリアリズム。目標タイムは2分 22.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋12レース。予想上位はアルファゼウス。目標タイムは1分 44.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知1レース。予想上位はアードラー。目標タイムは1分 25.6 秒です。
レースが荒れるかは半々といったところです。コーチ2レース、予想上位はアイシンディデイ、目標タイムは1分 27.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。コーチ3レース、予想上位はリアルデグニティ、目標タイムは1分 26.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。コーチ4レース、予想上位はロードアスタリスク、目標タイムは1分 26.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。コーチ5レース、予想上位はイリゼリバージュ、目標タイムは1分 26.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。コーチ6レース、予想上位はモズジャックポット、目標タイムは1分 25.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。コーチ7レース、予想上位はネイサン・バローズ、目標タイムは1分 26.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。コーチ8レース、予想上位はフィードバック、目標タイムは1分 45.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。コーチ9レース、予想上位はデルマルーブル、目標タイムは1分 43.6 秒です。硬いレースになりそうです。コーチ10レース、予想上位はロードブレス、目標タイムは2分 3.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。コーチ11レース、予想上位はベストフェローズ、目標タイムは1分 27.5 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。佐賀1レース、予想上位はマイネルエタナ、目標タイムは1分 32.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。佐賀2レース、予想上位はクラウンフラッシュ、目標タイムは1分 32.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀3レース、予想上位はホーオーアリシア、目標タイムは1分 32.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。佐賀4レース、予想上位はシェヘラザード、目標タイムは1分 26.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀5レース、予想上位はレーガンテソウロ、目標タイムは1分 26.1 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。佐賀6レース、予想上位はフォードテソウロ、目標タイムは1分 57.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀7レース、予想上位はバズッチ、目標タイムは1分 31.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀8レース、予想上位はコスモセレナ、目標タイムは1分 32.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀9レース、予想上位はラグドール、目標タイムは1分 30.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀10レース、予想上位はニューホライゾン、目標タイムは1分 24.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。佐賀11レース、予想上位はジョンソンテソウロ、目標タイムは1分 24.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。バンエイ第1レース、予想上位は津軽のもつけ、荒れる確率は 62% です。バンエイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース、バンバレー、裏ホローマさん振興会、予想上位はそう乙女、荒れる確率は 69% です。バンエイ第3レース、匠とエリ新婚旅行記念、予想上位はクイーンホワイト、荒れる確率は 73% です。バンエイ第4レース、2歳 B5、 予想上位は J キャプテン、
荒れる確率は 76% です。バンエイ第5レース、瞳いつもありがとう記念、予想上位はリバティクイーン、荒れる確率は 71% です。バンエイ第6レース、マリカの結婚2周年記念、予想上位は北西竹田から、割れる確率は 67% です。バンエイ第7レース、ビーニーさん、予想上位は北斗女王、割れる確率は 65% です。バンエイ第8レース、トモヒデ、的中率アップ記念、予想上位は北野万竜、割れる確率は 74% です。バンエイ第9レース、ただいま川越忘年会開催中記念、予想上位はボンヌール、荒れる確率は 59% です。バンエイ第10レース、レオと愉快な仲間たちでしょう、予想上位は北西さくらんぼ、荒れる確率は 58% です。バンエイ第11レース、チワス特別、予想上位はヘッチャラ、割れる確率は 54% です。バンエイ第12レース、ビーチーニ、予想上位は錦マリン、割れる確率は 58% です。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫やゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ティーズハンター、グレイスショコラ、エナジーフォルテ、ビッグトメンマ、エリザベスベイ、マツリダパーチェ、マーゴットミトス、ブライティアセルバ、エスケイペガサス、メトロフィルム、キタノシェイク、ファロブンスリング、ティエラ、ミオノイナズマ、フォーユーランラン、シンシナティ、名称ユフィン、ジュレップグラス、ボルテッラ、ヤマニンプルニエ、トミケンアラバール、タエサイ、キャットライン、サトノブリリアント、メイデンズプレア、サマーヌード、セクシーウィードー、キャッスルハート、アトモスフィア、ブーケマリエ、リングアップ、タツノスパーク、ときめきパラダイス、お待たせしました。ピンクちゃん、レオアトロポス、ミランダバレー、ポルコスティーノ、ロマンチックタイム、ウィーンビオラ、シシガオウ、マサノゴールド、ノアタイクーン、ブロードイメル、リワードタイフォン、コスモアイビー、ナイトフォールさん、アルマケルブ、モズジャックポット、ホウオージャッジ、サイレントブラック、サイセイセイ、テイオーラファエロ、エイシンレーザー、フォーカスオンミー、レオテソーロ、エイシンオリオール、ハッピーワンダー、ブーケザゴールド、エイシングランクロワ、グランツエクラ、アルファホール、ガンネル、ハッピーヤロー、ミューのイーグル、ラインリブラ、ジーガーワールド、ジョンソンテソーロ、ベッタチレステ、ミューのカイバー、エルコンドリア、スペシャルディガー、ロイコ、ナインシュバハ、ノベント、ヤエのシャイン、ヒーローネバーダイ、サヤピーエレガント、タニオブスカイ、ビーバリスタ、イカホ、エミのマジェスティ、フレアリングアーク、レオ・ボンバイエ、ホウオウ・ヴィーナス、スプレンディダ、マッドネス・カズ、ハンド・デ・ゴール、名称サソリザ、グラティトゥ、白神ジャベリン、アルサ・メイヤ、シテ、エミー・プライム、サンセット・オーラ、火の玉ボーイ、チャーチャンテン、名称ケンセイ、ダノン・ハイ・パワー、リー・デッド、ビッグモモカ、マリノメローラ、ハチミツプリン、花火ちゃん、クラウンサプライズ、
トラチェーン、バナナスプリット、ヒネゴゼン、名称管菊、残月、立花ウィンドウ、アステルグロリアス、マリノカサブランカ、スタンドアップ、マテラサンオウ、マリノレディゴウ、ナスノコウラン、マナククナ、ピックアンドロール、グラントンアロウ、コンバットユラナス、オルグージョ、ゴールドウォリアー、スマイディールリカ、サビトリ、ステースソニック、ヨシキタ、銀河、ステルク、ラピッドフォール、ヤマニンブレーザー、ファインローズ、ピラブロス、ゴールドギア、ワールドヘリテージ、グランデソレイユ、VVS1、共に歩む、国のポピー、きらめきときめき、ベストカリフ、フェイズオブムーン、コングラジア、大気フリード、プリンセスロージー、ピンクプラム、白山セーラー、マイブ、ルナテンソーマオ、ブシドノエル、グッドヘルスバイオ、リンクスアイ、ラップランド、ナムラカメ太郎、サンディレクション、ジュンシリアス、ミユキアルテミシア、ブループラネット、スリーガーニッシュ、カワチャンフェイス、アスカセオン、ビーチサンダル、チキチキチータ、マジェスティア、モノノフピンク、メンヒ、西野キントーン、トーセンジャック、デシジョン、シンギングロード、ラインメッセージ、ロードブレス、グランドボヌール、マイネルヘルツアス、カナデルアイ、函館城、ペイシャコリン、タイムオブクリア、カンタベリースワン、メーリッアベイ、シェヘラザード、ロイヤルホープ、セーリング、コスモセレナ、ジューンキララ、コットンスノー、ブエラアルト、ラグドール、エイシンテトラ、ニューホライゾン、ソラン、ライジングセーラ、ブラーグサージュ、クラセイバー、タイホーリバティ、テナーボイス、エイシンディデイ、スノーストーム、クランプレミア、クーラント、マットブルーアイ、バーレスク、白山織姫、エールプレジール、カリプソメロディ、シュギル、リネンデイジー、バズッチ、JK リオン、ウィーンカムトゥルー、ポルガラ、フミタツブラボー、フランキンセンス、バンシャンテ、ラグチェース、ザビッグマン、ケラウノスカズ、グランシャスール、キタノカトレア、ムジークフェライン、エゾノカズマ、プティアンジュ、コルニヒット、リュウノマッカ、ユーノバデン、ロンジェビティ、ダンスケ、ブラックムート、コンサートバイオ、イエスゴーオン、エスケープライム、二代目、ラーユ、ムエックス、キングオブハーバー、ラテラリス、ハルノサムソン、トランセンデンス、シャインデザイン、クラウンフラッシュ、ノートエリア、ワンダーハイパー、ソイヤソイヤソイヤ、ゼットランポ、ポインデクスター、ブラックハート、デザイア、クリノシークレット、バリクパパン、ナショナルモール、クラジャンク、マイネルアンファン、ジェネシスミザール、ブエナローズ、セイジョーシオン。